子育てのお母さん方にとってはこんなところで子供を育てられるかっていう気持ちに対して大丈夫ですよって言える根拠が本来は必要なわけですね。ところが不安っていうものに対してはどんなレベルまで下げても元になってないでしょうと言われたら、そこはそうだって言わざるを得ない、残念ながら。だから院長がおっしゃるように帰りたい人から帰るようにすればいい、 まさにその通りで我々そうやってますよ。ただそれでこの南相馬を含めて避難されている方々が地域を再興できるかということになるとできないんですよ。南相馬22年度から今現在の生産年齢人口の15歳から64歳と言われている人口が今現在で1万3600人も減ってるんですよ。でこの人たちほぼ戻ってこない世代が多いんですよね。でここをどうやって埋めたら南相馬市の復興になるんですか。来ていただいている5000人ぐらいいますよ。新たに南相馬に来て暮らしていただいている方々、これ例えば浪江からの高齢者とか浪江からの南人とか、まあ、8町村全部から南相馬に来てもらってます、飯舘からも含め。でもほとんどが、まあ、どっちかというと高齢な人たちですよ。この人たちで社会的にというか復興が本当にできて、将来の、まあ、よく言う10年後の人口だとか20年後の人口を確定しろというよりも多分なくなっていく世代が中心なので、どんどん逆ピラミッド型になっていくわけですよ。そしたらこの地域の復興って本当にできるんですか。でこの時にいろんな国からの、まあ、これあるでしょう、あれやるあるでしょうって言われて、地方創生では見たかったら言われますが、現実的にはここで子育てしていける環境が本当に保障されるんですかということなんですよ。で、この点に限って例示をすれば、医療環境、福祉環境、子育てとしての保育環境、全くできてないです。我々、養護も無料化しました。幼稚園保育園も無料化します。子どもたち増えてます。けれども、保育士足りません。という問題が一つ一つ出てくるんですよ。医師、看護師いません。看護師いなくて病院開けられません。医療スタッフ確保のために無償就学資金制度を作ってます。介護ヘルパーいない人のために、介護士養成のために無償で養成講座やってます。それでも確保できない。こういうことに対して、このなぜこうなっているかというと、原発事故そのものなんですよ。だからここからの復興について、現場で我々が住民とコミュニケーションしたから、結果としてプラスになって人口が増えていくわけでは全くないんですよ。それはおっしゃる通りで、各市町村みんな共通です。だからその分、非常に深刻だと思うんです。ですからそういったものをどうやって乗り切るかというのは、やっぱり一人一人がよく、もう、ある意味じゃね、無責任かもしれないけども、最後、人の心の問題ですから、それを乗り切れる人と乗り切れない人と出てくると思うんですよ。で、客観的に見ると、統計的に見たら、やっぱり高齢化していくということもあります。それは別にその放射線だけの問題だけじゃないんです。まあ、南相馬は比較的都会ですけれども、一般的にやっぱり山間部から町に出れば便利だからもう帰らないよっていう人もいるっていう話も最初に伺いました。だからそういうことを踏まえて、やっぱりもうただただ要求して国がどうするんだなんだって言ってたってもう先はないですから、そんなに大きく変化することはないんで、もうここはやっぱり自分たちでどうしようかと現実を踏まえてっていう考え方に立って、必要なことを求めてください。そうしないと国としてもどこから手をつけていいかわからないということなんです。で市長が言うことは一つごもっともだし、多分そうだと思います。でもこれは私は今規制委員長としての立場を超えて話をしているんですが、そういうことですので、そういうことをやる上で加速化交付金とか生活相談員とかっていうことをうまく使っていただければ、私どもとしては一つの仕事をやるんじゃないかなと。
で今おっしゃったようなことを全部やろうと思ったら、これはもう私の力量とか私どもの範囲じゃないんで、ここはちょっとあの何とも言えない、うん、それ怒られたってこれは何ともしょうがないっていうところはあるんで、ちょっとそこは、うん、まあ、ご理解いただければと思いますけどね。決して私あの田中院長を叱ってるとか言うのではなくて、私としてはもうあの震災から必死でここを支えてきたつもりなんです。で一方で20キロかけないかかってなく自治体も全員避難した町もありますよね。で結果として7万6千の双葉軍がどれだけ行かれてるかっていう問題になれば、南村は一時期1万人は多分8500人以下になったんですよ。7万1500人で。けれども、今現実的には5万5000人以上住んでます。作業員が増えると多分6万人近くがここに住んでるでしょう。その違いは何かって言ったら、ここを必死になって支えてきて、ここ1日たりとも移動してないんですよ。それは職員も含めて、市民に対して責任を持ってここをカバーしようと。一時期は120人も県外の避難所に職員を派遣したんですよ。3ヶ月間。まあ、長いところはもっとずっと長くおりましたけれども、こういうことをやって今支えている5万5000になっているものの、それでも町づくりが難しいのは、やっぱ若い子育て世代に対して、明確にここは安全だとか安心だとかいうメッセージをどうやって伝えればいいのか、これはもう我々自治体の首長と市民のコンセンサスを作ればいいなという問題ではないんです。それはですね、あの我々が安全だとか安心だとかって言ったからって納得していただける問題でもないんですよね。そこが非常に難しいところです。はっきり申し上げまして、で話は違いますけれども、あの作業員とかいろんな方がいて不安だと、これはあのここだけではなくて広野でもその話、いわきはもう避難してる、住民登録してない人が2万4000人からおられると、でも国 の, あのサポートがないって市長がおっしゃってましたけれども、まあゼロではないと思いますけれども、そういうことがあるという現実も随分伺いました。でそこのところはやっぱりちょっとあの国としても考えないといけない問題はあるんだろうと思います。多分ここも南相馬もあの唯一そういう住む場所があったということで避難されている方、作業員の方、これより長いとみんなあの住めないとなりますので、そういうことでそういうご苦労をおかけしているということもまあ今日分かりましたので、そのことはいくつかの市町村共通ですので、これはきちんと伝えたいと思います。あの、おっしゃる意味は非常に分かるんですが、あの過去にずっとどこも同じ大変皆さん副長さん住民と一番向き合うところでご苦労されているのが非常によく分かります。だから私も逆に言うと副長さんをこうやって回っているというところもあるんです。あのさーっと回ってどうですかって聞くのは簡単です。時間をとっていろいろあのいろんなお考えをなかなか聞けない話もいっぱい聞きましたので、あのそういうことを今度は国として整理してどうするか、その時にやっぱり首長さんとマトリックでやっぱり共有できるようなことにしていかないと、これは避けられていない。でこの高齢化の問題、昨日、奈良川も解除したばっかりですが、行った時はまだ200人しか帰ってないと、この夏ですが、で今日の新聞が昨日なんか341人とかって言ってました。でも奈良の割合から見ると、まだまだあるんですね。でまあ、上長の話では誰かが帰ってきてると、そこに電気がついてると、その周りの人も何となくボツボツ帰ってくるっていうような状況もあるんだっていうことをおっしゃってました。ですからあのなかなか最初にこう帰ってこられる方とか
なるしかないのかなという感じがしてます。それから川内の遠藤さんと話したときはそこは20キロ圏で村の中がこう全部分かれてて賠償金の問題でコミュニティが壊れてる、ここをなんとかしてしないといけないんだけどもっていう非常に深刻な悩みもありました。でこれをどういうふうにできるのかちょっと私もすぐには思いつきませんけども、いっぱいそういう話は聞いてますので、まあよく整理してお伝えすることをして、あとはそれに対して国がどういう取り組みをしているかはぜひ市長の目からもよく見ていただければと思うんですけど、院長がおっしゃっていただいていることを我々理解しないとか理解できないとかいう問題に全くなくて、正直言ってここまで南相馬市は回復しているという自負心もあります。それは職員が自らここに残って頑張った、その間ストレス抱えてリタイアしたり今休職せざるを得ない職員たちもいる中でも、職員全体としてみれば市民を支えるために頑張ってきています。ですから市民と同時に職員のケアもしなきゃいけないのが事実なんです。で、この際、国の支援がなかったとは言えませんが、安心災で厳しい時に自衛隊さえ避難していった時にですよ、3月14日の3号機の爆発の時に、ここは我々に残したんですよ。自衛隊が入ってきて避難指示ということを言われても、それはなぜかというと、市民を守らなきゃいけないし、あの時避難できない市民もいっぱいいたので、我々としては市民を守ることを優先させた。これは私がある意味で職員に協議を指示したというのもありますけれども、ただ、それによって本当に多くの市民が帰ってくるようになったとはいえ、あれ以降のストレスを抱えている職員も非常にいるのも事実なんですね。ですから、こういう中で今再建していかなきゃいけない。復興していかなきゃいけない。ましてや、もう一番の課題である20キロ圏内を解除していかなきゃいけない。そういう課題に対して、今、何を市民にメッセージとして出したら、彼らが安心して戻れるかということを常日頃考えて、彼らと対話し続けてるんですよ。で、奈良浜は今、医療機関これから予約するとか、郵便がこれからとかいう話出てますが、我々としてもうすでにそのことは去年の4月23日時点で解除していないにもかかわらず医療機関は必要だということに対して診療をそこで小高で開始したりとか、今年も9月に我々中小機構の支援を受けて直接仮店舗というか購買できるものを作ったりとかしてるんですね。でも解決できないのは、やっぱり、女性の問題、先ほど廃棄物のああいう黒い袋が積んである問題で、ここで農業できるのかとか、生活再建できるのかというこの不安がある、これの最大の原因が放射性物質、原発事故なんですよ。ここを明確に払拭、不安を払拭するものを住民に与え続けなければ、多分期間というのは多くなっていかない。ですから、制限会としても、委員長としても、国に対しては、こうあるべきだというものを、例えば放射線の問題一つにとっても出してほしいし、除染について今、環境省が非常に悩みつつ、中間貯蔵の問題とかやってますけれども、これに対しても、道筋が見えないまま、悩み続けなきゃいけない現場の人たちの問題に対して、また、南相馬なんかは、その、搬入のルートになっているわけです。飯舘の問題もそうだし、相馬館の問題もそうだし、福島の問題もそういうルートの中に入れられているわけですので、こういうことに対するストレスはこれからますます大きくなってくるんですよ。でもそれでも大丈夫なんだよということを言って続けなきゃいけない。それはどういうふうにしたら言えるのかっていうのが、我々常日頃自問自答しながら、住民に対して
どう言ったらいいんだろうという問題なので、まあ、除染の方の問題については私の方でいろいろ今何か申し上げた必要ではないし、なかなか難しいところがあるんですが、地域の安全の確保については私も ある程度責任を持って確保してまいります。でその一環として今日もこういう形で私がいろいろ持ち丸君とか何か説明してる、まあ、自分も承知してるんだけれども、私の口からきちんと説明した方がいいでしょうということで、お伺いしています。で、そのことで十分納得していただけるかどうかということについては、これはなかなか、そうは人の納得というと、そんな簡単なものではないので、ただ、はっきり言えるのは、当初からいろいろ非常に懸念、我々も懸念してきたことについては、相当きちんとコントロールできるようになってきています。でよく新聞出るその水の問題も今全部入れてこのぐらいですよっていう話ですから、こういうことも多分少し医療的に、感覚的に捉えていただければいくらか安心になるかなというのでこんなものを作りました。でそういうことをしながら努力はします。でもそういう意味でぜひ JF は今住民の帰還を妨げるような状況ではなくなって絶対ないかっていう、まあ、例えば再臨界の問題とかいろいろ議論されてるけど、それはありません。これはありません。物理的にないということは私を保証します。で、そういうことは言えるんですけれども、できない、なんでもそうですけども、全く事故があることがないかということを保証しろと言われたら、それはなかなか言えないので、そこのところはちょっと頑張り願いたいと思いますけれども、相当その HF はその帰ってくるのを妨げるような状況ではなくなっているよ。だから最後の外の方にこっちの方まで影響するようなことはないよということはぜひお伝えいただいて、結構だしそうしていただきたいというふうに思います。除染の方の問題、それは運ぶルートの問題、私自身も非常に懸念しています。今後どうなるか、頑張っていただいていることは我々も十分認めた上で、今我々が抱えている問題をお話しているんですけれども、若いお母さん方と話をするときに、仮に帰って深刻な事態、今再臨界はないという話がありましたけれども、その使用済み核燃料の今後の処理の仕方によってこういうことが起こらない可能性はないでしょうって必ず言われます。で、使用済み核燃料の問題でトラブルが起こった際にはやっぱり避難でしょう。じゃあどこに避難するんですか。これが最初に全く避難計画もない状況の中で起きた事態に対して住民も我々も対応してしなきゃいけなかったし、してきたわけですよね。でその際に今避難計画を国から作れって言われて作りました。でも残念だけど私作ったのは、まあ、県との関係もあって作ったわけですけど、全くペーパーの問題だと思ってます。それは現実的には震災が起こった時に避難計画がないまま全国に飛び散ったわけですね。ルートとしては北から西に向かっていったわけですけれど、南に行けなかったので全国に飛び散りました。でも飛び散った結果として今まあ、福島も含めると47都道府県に南相馬市民がいます。でここを戻すのも大変だけど、またこう深刻な過酷な事態がないっていう 100% の保証はないわけで、避難計画の問題必ず取り立たされます。で避難計画っていうものを本当に再稼働するなりの時に規制委員会としては条件として入れてないんですよ。それは私どもの避難計画の審査はない、指針は作ってます。少なくとも福島について言えばですね、1F も 2F ももう止まってしばらく経ってますから、要素は出ません、ありません。それで、気ガスもほとんど出てますから、基本的に福島の今回の事故の反省のもとに、今、むやみにこう
無計画的に動くと、かえってその関連死とかいろんなあのマイナス要素が出るということで、あの福島に関してはあのいわゆる PAZ っていう何か、まあ、あの 重要な事態が起きた時にはもう無条件で5キロ圏内は避難しましょうっていうのは外しています。これはあの内閣府の方の防災が基本的にはあれなんですが、あの考え方の基本は私も議論しまして、そういうふうになっています。ですからあの要素剤を配れとかっていうことはありますけど、要素剤っていうのは副作用もあります。で、要素剤が効果が発揮するのは要素に対してであるんですね、安定要素剤が。で、要素はもう出ませんから、ないんですから、だからそういうことを踏まえて、あの福島は福島の防災、あのなかなか非常にあのいやいやあのテクニカルなところをサイエンティックやとか難しいところはあるかと思いますけども、そういうことなので、あのそこはですね、だから今私どもが主としてその進めているのは、まず当初は慌てて外を動き回ると、まあ発電の場合ですと、あの福島の経験から言うと帰ってくる爆量が増えると、だからそこのところはちょっとやり過ごす、ブルームをやり過ごすという問題とか、要素の吸引を防ぐという意味で、一般論で言えばそういう対策をまず第一に取って、その後、状況を見て、あのそれで今回、あのアベンジャーズの、なんですかね、何も指標がなく、その避難指示を出したということによって、いろんな混乱が起きて、かえってその西北西の方の飯田方面の方が非常に混んだのに、そっちに避難するということになる。そういうことを避けるために、今回はいろいろ検討しました。シミュレーションもいろいろやっていましたけれども、やっぱりこれは実測ベースで判断していくのがいいだろうということで、その測定の精度をモニタリングポストをいろんな今まで以上に地道に配置してやるというようなことで対応しようということにしてありますので、そこはあの、紙だけだっておっしゃらないですね。あのそういう意味であのきちっとあの我々責任を持ってそこはできるようにということで、これはただし自治体と県とかと一緒の協力がないとできないことですので、実際にあの私が総理に対してこういう状況だからこれは避難してくだを指示出してくださいって言った時に、実際にその住民に伝えるのは自治体とか県ですので、そういうことを踏まえて、あの私にとってはすごい重いあの責任があると思って日々それをしています。でもあの今の状況というのは、この福島についてはそんな状況じゃないんだということだけは申し上げられると思います。あの、まあ、ありがたいといえばありがたいんですが、少なくとも国も県も気のしなかったんですよ、福島の事態の場合は。現実にはそうです、ね、で気のしなかった最大の原因は、10キロ圏外には避難計画を作っちゃいけないと言われて指導を受けてきたんです。旧原町自体はそれは不安、住民に不安を与えないためにと。現実的には10キロとか20キロとか30キロとか線引きしたところで関係ないんです。怒っちゃえば住民は娘に逃げ出します。で我々として経験値を踏まえて、ましてや病院も30キロ圏内、入院患者を置いてはいけないって言われましたから、国から。で、みなし30キロで33キロにある厚生病院まで入院患者ゼロにしろって言われましたから、これによってバタバタ死にました。6ヶ月間で250人死んだんですから、ここはそれぐらい医療拠点だったんですよね。海外もそうです。ですからこういうその住民の命を預かる立場からすれば、原発っていう問題について言えばもう危ないエネルギーとして我々か考えてるんですよ。住民も全くそうですよ。その時に危なくないんだってどこまで言えるのか。避難計画を作らなきゃいけないようなエネルギー政策に対して
そこ今後とも推進しろなってどうして言えるのかっていうのがよくわからないんです。教えていただけるいや、それはですね、私のはそういう事故が起こらないようにということを福島の事故とかを踏まえて規制している立場で、それをどうするか、原発を使うのか使わないのかっていうのは住民とか事業者とか国とかの判断でやっていただくことで、これは私も国会で再三申し上げてきて、私の立場から使うべきだとか使わないべきだとかっていう議論もするような状況にはないので、そこはこれ以上の議論をしても多分何も出てこないということをご承知ください。はい、はい、それはありがとうございます。例えば菅官房長官も委員会が出したから大丈夫なんだ、委員会では安全性については判断しないということですよね。でこれに対してどこが我々根拠として、じゃあこの原発の問題考えていったらいいですか。いや、その安全性について判断しないっていうことを何か言ってますけど、福島の事故のような過酷な事故が起きるような可能性があるんだったら、私は原子力発電はやめるべきだ、使うべきじゃないということを国会でも再三申し上げています。総理の前目の前で申し上げています。 ですからそういうことは起こらないレベルまでの規制ですよ。そのために、核発電所平均で言えば500億とか1000億ぐらい追加投資を要求しています。多分事業者というか大変な、今まで良かったのになんでそんなことっていう抵抗はすごいです。でもやっぱりそれはやっぱり福島のような事故を起こしてしまったでしょうということで、我々としてはそういうつもりで臨んでいます。でもやっぱり心配だから嫌だよねっていうことをやめるかどうかということは、我々はそれはそこまでは判断しないと。ですから、その規制の考え方というのはそういうものだということなんです。ぜひそこはご理解、正確にご理解いただきたいと。どうも言葉を端折っていろいろ報道されますので、そういうことが市長がおっしゃるような理解が一般的だというのもよく知った上で今申し上げています。ただ直接今目の前に守られるんで、そういうことを聞かれると思います。南相馬の、女性の問題について言えば、金額的にはもう直轄の20キロ圏内と20キロ圏内市が除染をしてるわけですけれども、合わせて多分3000億を超えるんですよね。もう多分町の方が範囲になる、南相馬単独で単独でそれぐらい、飯舘では4000億近くになるとかっていうのも聞いてますが、小単位ですね、多分。だこういう、可能性のある問題ですからね。で現実的には我々その問題に対応せざるを得ない状況に埋め込まれている立場ですから、それと住民生活を立て直す、生活再建するっていう時に共存 していかなきゃいけない話なんですよ。この除染っていうか占領の低下させる問題とかということについては、だからここはあくまでも起こってしまった現実と我々生活再建しなきゃいけない側の立場からすれば、規制委員会として今後の在り方についてもやっぱり議論すべきところは議論すべきなんじゃないですか。言わんとしていることは理解できないことはありませんけれども、やっぱり一つの我々の与えられた法律上与えられたミッションというのがありまして、その範囲を超えてやるというわけにはいきませんので、範囲内でできるようなことをやるということしか申し上げられない。で現実にこの事故によって環境がこれだけ汚染されたということも事実です。ですからこれをどういうふうにできるだけですよね、元になんかなかなか戻らないと。この中でどうするかということで我々なりに努力してきたというところを今日は一部お話しさせていただきました。でも
ていうのはそれはよくわかります。絶対的な物理的な問題についての除染についてお話をしましたけれども、先ほど委員長の方から出していただいたように放射線送電の問題であるとか復興交付金の問題であるとか、まあ、あれで人間を立て直す心の再生する問題と当然向き合っていかなきゃいけないわけですね。南相馬も多分自殺者絶対的にはこの原発事故によって増えた自殺者がやっぱり一番多いんです。でこれは例えば20キロ圏内で我々ぐらいの世代であっても、つまり50代の世代であっても家庭を支えなきゃいけない人たちが本来であれば賠償金ある程度もらえる状況なのでそこで生活できるんじゃないかと思っても、精神的にはストレスを抱えて残念ながら自殺をしてしまうという現実もあるわけですね。でこういうことに対するケアというのも起こった事故だからこそ起こらないようにしていかなきゃいけないし、今だって孤独死の問題とか仮設性の孤立死の問題だとかいうものについても我々日々その相談員というか支援という形で回ってもそういうことが起きるんですよ。だからこういうことがやっぱ二度と起こしてはならないし、これ以上自殺者なんか出してはいけないし、そういうことがこの時代の中で起きたっていう現実を踏まえて、やっぱりもっと心の問題、市民の生活再建に向けての心の問題に対しても国に対して一定のその指導っていうかすべきではないんですよね。まあおっしゃる意味から言えば、具体的に言えばこの安全安心のこういう施策を検討させていただいた時も心の問題に寄り添うということのことも含まれているわけです。だからそれをどう捉えていただくかって、ぜひそういう我々の趣旨を生かしてやっていただきたい。現実に起こっていることはその通りだと思いますし、それを否定する根拠も何もありませんので、そういうことなんです。それで規制委員会というのはちっちゃな役所だし、ある程度首相にできている範囲というのは限られています。でもまあたまたまその復興会議で私がこういったご案内をいただいたことによって、ようやくこういった相談にすることか加速化交付金ということを具体化できたというところについては私はよかったと思います。個人的に言えばこっちでボランティア的に女性のお手伝いしたりいろんな相談やってたから楽だったですでもそうはいかなくて、それだけじゃ多分福島はだんだん忘れ去るだろうという考えもあって向こうの職を受けたということもあります。それ個人的な思いを言えばキリがありませんので、それはそういうつもりで、もう私も70になりましたから、いつまでもそんなに働きたくはないんですけども、そういうところもあります。これはちょっと余計なことです。もう時間ですから、ミッションとしては委員長も私も同じミッションの中であるんだろうと思います。その現場が違うだけでね、市民の生活命を支えなきゃいけない、国のこれ原子力政策に対して一定の意見を述べていかなきゃいけない、結果的には、国民なり市民の安全を守っていかなきゃいけないという意味では同じミッションにあるんだろうと思います。そこで先ほど委員長の方から加速化交付金の話も出していただきましたけど、加速化交付金がやっぱ本当に使い勝手が良くて、住民の生活を再建するために絶対これは自治体に優先権を、ある意味で自治体の思いのまま使わせるような制度に本当にしていただきたいなと。これ多分他の自治体からも出てるんだと思いますけれども、おっしゃるとおり国のお金って交付金といえどなかなか借分も大変だし使い勝手が悪いんだっていうんで、それはぜひそういうことを具体的に言っていただきたいと。それでその時にはそれはダメですよって言わないで、こういうふうにすれば使えますよとかっていう知恵を出すようにということはこれから生活支援チームに対しても申し上げたいと思いますけれども、それはそういうことがあればぜひそういうことを伝えていただきたいと思います。なぜこういうことを申し上げたかというと、とりわけ先ほど一
番最初に私が申し上げたように、20キロ圏内の避難指示解除にあたっては、最も住民に対して安心感を持っていただけるような施策展開、事業展開をしていかなきゃいけないんですね。ですので、これ20キロ圏内、一番こうある意味で不利益を被った住民なので、この人たちが再生していくんだという気持ちになるようなものにしていかなきゃいけないし、特に私は子ども、子育て世代が、例えば双葉未来学園に象徴されるように、子どもたちがここで勉強した方が有利な勉強ができるとかですね、そういうことも含めて、教育予算にどんとこれが使えるとかいうものになっていかないと、どうせ例えばここだと福島に避難したりとか、仙台とか郡山とかの方が環境がいいじゃないかと、わざわざここまで戻ってこなくてもいいよという人たちがいるんですよね。だから本来であればここに来た方がもっともっと有利な子育てができる、絶対的に放射線量の問題はあってもですよ、我々は養蜂無料化したのはそういうことなんですよ。他ではできなくてもここだったら子育てが皆さんの負担減るでしょうと、そういうその具体的な、お母さん世代が安心できるような使い方がこの交付金によってできれば、我々としてもスーパーティーチャーをどんどん読んで、ここで、例えば福島仙台でできないような教育者を招聘して、子どもたちがそこで勉強したいと思えるような授業展開をしたいんですよ。こういうことも含めて、やっぱり被災はしたけれども、ここでやっぱり勉強した方が良かったねっていうようなものをこう上げていかないと求心力になっていかないので、ぜひ委員長の方からもですね、こういうことを考えている我々、若い世代を残したいという思いでやってますので、ご指導も。私もそういうつもりでこういうお金を使っていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。何かありましたら随時は持ち悪くなってしまうと思いますので、あれをよろしくお願いします。ありがとうございました。私も委員長のお話も初めてですし、今日時間の中で委員会の所長を超えて取り組んでいただく意識ということとか、あと事故は繰り返さない、1F 並みの事故は繰り返さないんだというのは規制上の覚悟だとかですね、1F のリスクが絶対に低くなったということが安心の柱があった、ありました、良かったなと思いますけども、繰り返しになりますけど、我々の方に言ってて、今日どうしても話が悪かった安心がどうしても必要だ、でそれはその自分直面する C の施策だけでは、どうしても及ばない安心感の方について規制なり国の姿勢とかってものすごく大きいところがあって、そこに先ほど言われた規制を超えた部分の配慮とは別に、まさに規制のミッションとしてこの国民の安心の基準というのをやっぱり明確に打ち出してほしいなというのが我々の願いです。これはもう先ほど政治家になりましたけど、多分政治家になりましたけども、20ミリが基準として今あります、緊急時というか避難指示の区域や首都の基準は基本的に20ミリ地域でなってますよね。今避難指示等とか判断基準がで長期的には1ミリというのがあるんですけども、その間についてはこれはなかなかどこが安心の基準ができないから、現場で個人個人判断してもらうしかないというところだったと思うんですけども、これが本当に個人の住民だとか自治体にとってはなかなかそれはね、自己の人だけの避難の基準ではありませんよ、参考力というのは。そこは正確に理解していただきたいなと思いますけど、防災指針でいう20ミリっていうのは、1週間で20ミリっていうのは OIL2 っていうレベルであって、それは OIL というのは介在するっていうんですけども、だからそこはね、正確に理解していただきたいなと思います。避難指示というよりも、今現在敷かれている避難指示区域の特定だとか解除については年間20ミリというところを基準にしていますよね。基準にしない、だから参考レベルというのは先ほどから2回ほど説明したけど、そういうことではありませんよということを言って、
20ミリ以下になったときに初めてどのレベルで避難を帰ってくるかどうかはみんなで関係者で住民の方を中心によく相談して決めてくださいって言ってるんです。だからいや私は5ミリ3ミリで5ミリでも帰るよって人もいるし、いや1ミリになっちゃ帰れないよって人は いるでしょう。だからそこはどういうふうにじゃあ帰れる人から帰りましょうかとかね、そういうことだってあるわけですよ。だからそこのところはちゃんと正確に理解しないと自治体のリーダーシップこれ多分できないと思いますよ。私は国の皆さんができないことまでやってきました。正直言って住民との向かい合いで警戒区域を解除するときには国の人間一切入れずに私が住民との間で解除しますよと、その理由については産業医も含めて復旧することが前提だからって言ったときに、一箇所で700人ずつもの住民はが来てもらって集まってもらって、それ4箇所で、まあ、ある意味でもう叱責だらけの中でそういう説明をしてきました。でも国が例えば今回の解除にあたってという時は避難指示を解除する基準は20ミリって言うんですよ。そうしたらもう何言ってんだと、今多分これ今後問題になるであろうことを例示すれば、労災認定あそこで5ミリで出たじゃないか、これに対して我々その20ミリで避難指示解除だなんて言うのかって、こういう問題必ず出てくるんですよ。だからこそ我々としてはどこまでであれば皆さん大丈夫なんですよって言いたいわけですよ。それを自治体に任せるのそれはって何もできないことを自治体にやりなさいってそれは無理ですよ。そんなこと言ってないんで申し訳ないけど、市長の言ってるのはよくわかりますけど、あなたがおっしゃってることについてはちょっと違うと思います。不思議申し上げて分かり方からもっと勉強してください。そこを自治体で判断してくださいねというのは、そこを勉強しても桜井市長の言ってる意味はよくわかります。必ずそういう問題が出てくると私も理解しています。だからもう出てるんですよね実際。今でも避難解除についての懇談会というか各地域ごとにそのやってるし、例示しましたように学校の保護社会レベルでも皆さんの不安って何なんですかねと、で学校再開をしたいんだけどどうですかねってこう相談してるんですよね、うん、その際に必ずそういう問題が出てくると。そういうことを踏まえて、だからいわゆる相談員制度を活用してできるだけそういうことを丁寧にもう対応していただくようにということ、これはまた国がどうこうしたからって解決する問題じゃないっていうのを十分に議論した上でそういうふうになってますので、そこのところはぜひご理解いただいてそれをうまく活用していただきたいと思います。一応おっしゃるのも理解できないわけじゃないんですが、市長が本当に責任取れるのかって最後はここですよ。いやそれは同じことを私に何度も言われてますので、ですのでね、やっぱり我々としてやっぱり国が例えば当時100ミリとか20ミリとか、まあ、急激に1ミリとかいうこの自治体にとってはもう説明できないことの連続の中で住民を説明せざるを得ない状況に追い込まれてきて、女性もじゃあ1ミリ以下にするんだろうというふうにお叱りを受けるわけですよね。そういった占領の基準については天国は非常に遅れてて混乱してます。法的にも遅れてます。だからそれについては我々も一つの首相範囲ですので、今後長期的に議論をしてきちっと国際的なレベルをスタンダードに考えていきたいと思います。これがね最大の、混乱の原因かもしれないというのもつくつく感じてますので、それはそういうことで、ただここですぐにそれを答えを出すというわけには私の一存で答え出したと思います。それをぜひご了承いただきたいと思います。はい、もう時間で、はい、委員長がおっしゃるのよく分かってて、私もアメリカの線だとか食物について言えば当時500ミリって暫定基準出したりとか、その後100ミリにしたりとかっていう中で、こう最初にですね国民がそういう問題について理解されていれば、まあ大丈夫なんだろうっていうふうに理解できたと思うんですよ。ところが最初、高いレベルから500人されて、暫定的だと。
で実際は102なんだというふうにされるわけでしょ。だから原稿で説明できないし、空間占領について言えば20年までは避難しなんかしなくていいんだよって言われて、で急にお母さん方がガーッと言ったら1ミリ以下にします目指しますみたいな形だから現場では大混乱するわけですよ。だから本来はこれは全体的な原子力推進であれば、同時に原子力に対する理解が教育の中でないといけないんですね。とか安全で安価でクリーンだということを言い続けてテレビで脅しまくってきたので、私は そのことについてはいろいろここで申し上げるつもりはありませんけれども、そのいろんな混乱の原因になったいろんな基準がその場当たり的に変化したいということについては、私も当時は現場にいましたから非常に怒りを持って国に対しても申し上げました。 あまりにもど素人的で、あまりにも早いようながすぎるということについて、その気持ちは今でも変わらないですけども、今規制委員長として何ができるのかということで今日はお話ししてますので、いろいろお話を伺いましたし、本でも随分お伺いしましたから、それは肝に銘じてやっていきたいと思います。はい、本当にお忙しい時間、これだけの時間を取っていただいてですね、田中委員長にも率直にお話を伺いましたので、本当に申し上げます。ありがとうございます。今後我々としてはこの問題にその原子力災害に向き合っていかなきゃいけないという現実の中にありますから、ぜひ我々市民全体の不安とかいうものを前提にして、頭に本当に入れていただいて、いろんな政委員会としての仕事に励んでいただきたいなと、これからお願いしました。はい、ありがとうございます。副議長は住民に対する不安っていうかな、住民の不安を言ったら、はい、今日横で聞いててですね、割に平行線だったような気がします。特に